です。アリアです。ピンク、ラテ、ティ、ピン、始まるよ。イエーイ。はい、今日はタピオカ巡りをしていきたいと思います。3種類のお店を行って、はい、飲み比べをしてみたいと思います。それではレッツゴー。今からですね、ラフォーレに行きます。行きます。3店舗行きます。そうだそうだ、ラフォーレの中の何かのタピオカ屋さんです。ラフォーレ原宿はそこの建物。おお、詳しいね。原宿といえばタピオカだよね。給料は黒コンビ。初めて聞いたよ、ラフォーレとか。ディオールなら知ってる。普段来ないです。撮影の日が今東京来ないの。基本的にずっと名古屋。レッスン、夏祭りでタピオカあったんですけど、そこでもタピオカ買いました。着いたタピオカのお店。はい、はい、姫ゆらはオーナーラパールのラフォーレっていうお店にまず行きたいと思います。行きます。行ってらっしゃい。してるよ、ダーリン。美味しそうでしょ。見た目も可愛い。ありがとう。ありがとう。あ、紅茶美味しい。もちもち。もちもち。人が多いですね。ここは原宿通りですか。ちょっと奥の方に入っていきます。お、これです。カフェナンバーです。行きましょう。カフェナンバー。はい、今買ってきました。かわいい、見た目かわいい。タピオカが先週売り切れでした。なのでこれにしました。私はバナナミルクです。私はストロベリーです。ボトルになってて本当に可愛いです。これやってストローをさして飲みます。開けてみます。タピオカのやつは透明な缶みたいなやつで、そこにストローさせて食べる。振るの忘れてた。はい、じゃあ飲んでいきます。めっちゃ美味しい。フレッシュ、バナナ、バナナ、ありがとう。本物のバナナをすりつぶしたのに入れてる。めっちゃ美味しいです。次はね、タピオカをリベンジしに行きたいね、うん。はい、というわけで次のお店に行ってみましょう。 Go! Go!、はい、めっちゃなんか壁とかも映え、そうそう、めっちゃ満載だった。他のメニューもめっちゃ美味しそうだったよ ね。なんか映えな写真撮り方苦手みたいな人でも絶対映えられるけど、はい、入れ物も可愛いし、美味しいし、神秘的、神秘的じゃない、私ね。私、いちごミルク派かもしれない。私バナナか。私イチゴミルク派。マジで、うん、全種類飲みたい。他にもマシュマロココアとかあって、うん、
めっちゃ美味しそうだった。またここのお店行きたいです。次はなんていうお店ですか？レアレア。次の お客さんはレアレアというレアレア。次はですね、アリアと姫香が行ってくれます。寒い。あ、すごく寒い。お、かわいいお店発見。お、これです。はい、3店舗目に着きました。レアレアっていうお店です。かわいいね、見た目がかわいい。結構並んでます。レッツゴー。はい、買ってきました。アリアのはオレンジとオレンジジュース、はーい、オレンジフルーツティーにパールをつけました。私はストロベリーアールグレイパールミルクティーです。美味しそう。私はもう生のオレンジが、いただきます。混ぜる。ジューシー。ストロベリーより黒糖の方が強いです。あ、タピオカあったかくて甘い。めっちゃ美味しい。チョコみたいな味かな。美味しい。なんかタピオカが柔らかい。他のよりも。白玉みたいな。オレンジティー、美味しい。タピオカ好き。チョコの味がする。普通のタピオカは結構なんか真ん中ら辺がちょっと噛み応えがある感じなんだろう。これは本当に柔らかいけどもちもちしてて美味しい。全部が全部弾力もあるし、もちもち感もあるし、美味しい。まとめると美味しい。美味しい。美味しい。タピオカ巡りでした。でした。イエイ。楽しかったね。全部美味しかった。日曜日だったから人が多かったです。タピオカが飲めなかったお店もあるんですね。人気だからまたリベンジしたいね。というわけで、この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。